そそうう高校時代の思い出なんかある学校の時の私演劇部に入ってたからあ私も演劇部に入ってたのよやだもん私ね「古事記」の話をやっまたなちょうどヤマタノオロチをやったの私えちょっと待ってヤマタノオロチをそうなのあ私があの偉い学者の役だったねでそれがスタノオとヤマタノオロチになるっていうそういうのやったのよ確か高校生の時に高校の時にでそれをミュージカル仕立てでやった ちょっと待って。へでそれでそうよ全国大会に行ったんだも私すごいそうでももう私卒業する年だったから全国大会は次の人があのには行ったんだけどへえじゃああの時からオロチマやること決まってたんですか決まってたねそうだねなかなか大和のおうちやる人間いないから一人で大和のおうちだよどういうことだよみたいな。